かけてますよね、うん、相手の攻撃をクロスに絞って、はい、なるべく選択肢を与えないようにしてますよね、うん、シュートスターアリサンジェルマン、あと1点のところまで詰めてきました。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断が出た。シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。いや今見たく長いパスにタイミングよく反応した上がりはハマった時チャンスですからね。裏へのスルーパス、ムラペからネイマール、ネイマール、ネイマールからカバーニ、サイドのスペースを使います。カバーニからクルザワ、投げる中央へ、ディフェンダー集中力いいですよ。チャンスを演出できるか、打っていったな、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。来た、打てますよ、来た、シュート決まった、追いついたアリサンジェルマン、再び同点。これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。頭で来た、サイドラインを割ったところで長い笛、4対3、アリサンジェルマン逆転で撃破。しかし北澤さん